手首の負傷で休息中の感情保の今後について、再検診の結果に沿って決定する見通しだ。米 CBS スポーツは10日、ニール・ハンティントン・ゼネラルマネージャーの言葉を引用し、感情保が1週間以内に手首の再検診を受けると伝えた。6月末から手首の負傷を抱えてきた感情保の回復速度が遅く、 まずはさらに一週間の休息を取った後、再検診をすると説明した。ピッツバーグパイレーツ参加の AAA インディアナポリスインディアンズでプレーする感情ホは先月20日、ノーフォークタイズ戦で二類への投塁を試みたところ、左手首に痛みを感じた。三日間の休息後、二試合に出場したが痛みが再発し、 先月28日、故障者リストに入った。